講師、中国の受験語る。朝日新聞デジタルではですね、今受験シーズンということもありまして、受験生に向けていろんな著名人からの応援メッセージを動画で配信してるんですけども、中でもですね、可愛すぎる中国語講師からのメッセージに注目が集まったんですね。その方がこちらです。本当可愛いね、美人だね。受験を受けてください。